いやだけど俺さ、辛い時笑顔でいられる男ってかっこいいなと思ってる。8歳の時にネパールって国のアンナプルナって山で遭難しかけたことがあるんだ。死ぬかもしれなくて怖くて泣きたくなったけど、その時一緒にいた現地の案内人の子供が俺と同じくらいの歳なのに大丈夫だよって笑顔なんだよね。なんかかっこいいなと思った。まあパパやママとはぐれたら心細いか。まあよかったな。さてもういっか。いやでもここの子さん登ってくれって感じしない？ごめんごめん。はい、これインドネシアの魔除けのお土産。あ、いい、もうすぐ行くから。例の黒岡岳遺跡。どうした？死？警告。俺確かめて電話入れるよ。遅れて申し訳ありません。もうすぐに作業かかる。やっぱダメですか。死の警告。城南大学の沢谷さんが古代文字を解読した結果です。え、いえ、ただの通りすがりでこういうもんです。はい。ああ、ちょっと待って、あんたん誰？やるな刑事さん。すいません、帰ります。なんだ今の。あ、ごめんね。あ、コンビニからファックスしたの分かった。あ、紹介しますよ、例の沢谷桜子さん。それでそのテープには何が？あ、これファックスで送ったやつ。桜子さん、この古代文字の意味は？力？また何なんだろ。桜子さん隠れててつけてみる。やられる。このままじゃ死ぬ。あ、変わった。俺は、うわぁ、うわぁ、初めて体力消耗したって感じ。すいません、メニューください。うん、まあいいんじゃない、とりあえず品薄済んだし。なんかね、その気になるとあの戦う姿に変わるみたいで、その気がなくなったら元に戻った。わかりやすいよね。ただの冒険野郎に戻れるといいよね。好きになれないからね、感触は。はい、あの雲みたいなと戦いました。俺そんな名前になってんすか。言いにくいな。いや、なりゆきっていうか、あの遺跡で幻を見て、その通りにベルトつけたら、嘘みたいなこと吐いちゃったんですよ。ここのとこにこう、スーッと。いや、ふっ、いや、ズンって感じまった気が。どれがいいですか？求められた気がしたんです。あの雲みたいなやつと戦えって。やってみて、やっぱそうかって思いました。戦うための体になったんだなって。いや、それはないと思います。ただの勘ですけど。それより刑事さん、あの雲みたいなやつどうなりました？生きてるんですか？いやいや、今日風呂入ってないんで。観察医務員、椿修一。すいません。長谷神父様ですか？いや、ちょっと、どうしたのかなーなんて。お元気ならいいんです。すいません。帰ります。え？そっか。俺もちょっと気になることがあるんだ。うれぇ！ちょ、刑事さん、すいませんでした、俺のせいで。いや、でも、赤い選手のこと考えてたんだ。俺が見たイメージの中では、選手は赤い体をしてた。けど俺が変身した時は、白い体だった。本当は赤じゃなきゃいけなかった気がするんだ。俺の気持ちが半端だったから、なりきれなかった。あるさ。そりゃ。戦います、俺。この映画のために。これ以上誰かの涙は見たくない。みんなに笑顔で見ろ。だから見ててください、俺の変身。そうか、クーガか。
おはよう、一条さん。まあ、いいんじゃないですか？見ててください！俺の変身！一条さんへ。大事な約束があるので、一度東京へ帰ります。でもまた夜には戻ります。俺、中途半端はしません。きちんと関わりますから。五代祐介。うわぁ。東京の空気すっげぇ久しぶりって感じ。ちょ、昼飯どうする？学食でいっか。そっか。ちょっとまだ時間あるから、ベルトの古代文字とか解読してほしかったんだけどな。そっか。そうだね。お前ら元気だったか？まだ色々あると思うんだ、長野で。あると思う。うん。そっか。じゃあ行ってくる。あれ？しまった。鍵はバイクと一緒のお釈迦になっちゃったんだよね。じゃあ久々に登るか。でもまた今晩長野行くんですよ。わさび漬けも買ってきますよ。あ、つい、来たくない。あれは。うわぁ！変身！おはよう。あ、そうだそうだ。ここのね、窓開いてたよ。不用心だから気をつけないと。ちょ、ねえねえねえ。古代文字の解読進められそう？ちょうどよかった。俺昨日行けなくなっちゃって。うん。でも、昨夜はこっちに出た。未確認生命体。それで、また、変身して、戦いかけたんだけど、なんかピストルで撃たれちゃって、チクチク痒くて大変だったの。大丈夫。俺死ぬようなことしないから。だからこそ、桜子さんの解読が必要なんだって。あの未確認生命体が何なのか書いてある気がするんだ。それがわかれば、どう戦えばいいのかもわかるだろう。俺の野生の勘だけじゃすぐ無理が来ると思うしさ。わかりました。じゃあ、東京駅の丸の内口のとこで。はい。デートに誘われました。じゃあ、あとは解読頼むね。よろしく。大丈夫ですか？東京に何しに？すいません。追いつけませんでした。ああ、本当にすいません。俺絶対追いつけると思ったの。もうちょっとだったのに。はい。だからってやめられます？してますよ。だからこそ、自分が大切だと思うものを守りたいんです。一条さんだってそうでしょ。はい。おー。これって、すごいじゃないですか。ほーん。はい。変身。大丈夫ですか、刑事さん。おー。すいません、遅くなって。わざわざ来てくれたってことは、なんか事件ですか？椿？あ、俺の体を調べてくれるっていう。え？危ないですか、俺。同じ？じゃあやっぱかなり強くなったんですね。だから戦ってる時右足が何度も熱くなったのかな。いや、頭に浮かんだイメージでは、古代で戦ってました。で、ベルトをつけて、真似してみたら、その古代の選手と同じ姿になったんです。大丈夫ですよ。大丈夫。あれ？桜子さん？どうして？桜子さんしかいないのに。あ、いいだろう。これ警察の秘密の試作者なんだって、一条さんがくれたんだ。だってやるしかないだろ。俺、クーガだもん。だから、俺しかないならやるしかないし。やりたいからやる。それだけだよ。大丈夫。遅れ。はい。大丈夫です。話って、桜子さんのことでしょ。大丈夫ですよ。俺の知ってる桜子さんなら大丈夫です。待っててあげてください。よかった。やっぱりいた。大丈夫だね。普通に考えればいいんだよ。じゃあ、俺です。杉並くん、奴らも変身するんですか？Yeah!
しないと。青くなった。チャンプ力が増してる。パンチ力が弱くなってる。いや、わざわざ来てくれたのにごめん。実は俺明日の朝店の仕込みが早いんだ。ほんとごめんね。一条さんが送ってくれると思うから。じゃあね。どうしてあんなっちゃったんだろう。確かに赤のままじゃ勝てなかったけど。おやっさん。逆だよ、おやっさん。でもサンキュー。なんとなく吹っ切れた。一郎さん。変身！うわぁ！うわぁ！左青か！うわぁ！わからない。どうすればいいんだ。水の心の戦士、長き者を手にして敵を脱ぎ払え。何？水の心、長き者。そうか。これか。できた。クーガのマークだよ。違うよ。俺のこと。俺も桜子さんに店に行こうって。リンとグロンギっていうのか、やつら。あ、こんにちは。かわいいね、その回。すごく古そうだね。あ、俺こういうもんです。大きな針ですね。これが。一条さん気づきました？犯行現場と政治官。よっしゃ！あれ？うわ！うわ！うわ！ガスか！うわ！うわ！うわ！緑になった。なんだこれ。桜子さん、緑だよ。今度は緑。音が聞こえすぎるぐらい聞こえるし、なんかもう目も見えすぎて、もうすごいのよ。ちゃんと説明しなきゃ。どうかしたんですか？そそりますか。はい。いろんなもんが見えて、いろんなもんが聞こえて、芸術は爆発だーって感じ。ああ、確かにくたびれてるって感じですね。だからもったいぶって50秒しか持たないのかな。もう変身できないってわけじゃないですよね。2時間か。どっちにしても緑でできることがわかんないとな。あ、何だったんですか、電話。大丈夫。あの子は俺に任せてください。俺ちょうど2時間変身できないし。大丈夫。お母さん、彼女、本気で自殺なんかするような子じゃないですよね。大丈夫。絶対見つかりますから。邪悪なるものあらば、その姿を彼方より知りて、疾風のごとく邪悪を射抜く戦士あり。どうしよっか。さすがに泳ぐにはまだ冷たすぎるよな。その回、この辺で取れる回だから。7連チャン、できると思う。信じて、みんなやるときやってくれるよ。そして君にもいつか、
なんかやるときは来ると思う。お父さんもきっと、これを楽しみに見守ってくれてるよ。変身！うわぁ。たびれだ。おはようやつだ。これどう？だから、俺のマークだって、風画の。それ、恋の風画じゃないの。おう。いや、ほんとちょうどよかったよ、お前。ちょっと桜子さんのとこ行ってくるから、帰りに手伝ってて。クーガのこと、解読した結果をもっと知りたいんだ。おはよう。ちょっとおしゃれだろ、これ。あー、ありがとう。どう、解読の方は。どんなの？あら、剣。そっか。まあ、残りもなるべく早く頼むよ。奴らに対抗するにはやっぱ。お、早かったな。うん。まだ結果出そうなかったから、帰ってきた。俺の記事見てたのか。なんかさ、あ、どうもどうも、白、赤、青、緑と来て、もう一色あるみたいなんだよね。お、これよく撮れてる。どうした？うん。ん？はい。あ、どうも。21号が？はい。浅草7丁目ですね。わかりました。ちょっと行ってくる。あ、そっか。なるべくな。はい。近くに未確認生命体がまだいないか探ってみます。変身！うわっ！なんてやつだ！てんのかな、これ違うかな。強かったです。俺にとどめ差し掛けたとき、腹から蒸気出して逃げたけど、爆発があるから前からじゃダメだし、後ろに回っても衝撃が吸収される体だし。そうだ、剣、剣、桜木さんが言ってたんです。クーガにはまだ別のタイプがあって、そいつは剣を使うやつだって。剣ならなんとかなるかもしれない。勝てない。どうすれば。そうか、一条さん、俺分かりました。もう一度お願いします。何があっても攻め続けてください。いいんです、続けてください。あれ、どうしたんだ、みのり。ん、俺だって怖いよ。怖いさ。お前はどうして先生やってんだよ。誰かの笑顔のためだろ。俺は俺の場所で、お前はお前の場所でやってるってだけさ。サンキュー。わかりました、じゃあな。変身！くそ！うわぁ！あー、いいですよ。もうちょいだからこれ、俺やっちゃいます。ほら。いいから座っててよ、おやっさん。ん？うん、ほら。明日店手伝えない分、やっとかないといけないでしょ？もう俺のすっごく大事な人。ずーっと前から約束してたんだ。ジュエさん。行ってきます。ごめんなさい。大丈夫？どこですか？わかりました！先生、すいません。遅れます。桜子さん、俺の代わりに約束の場所に行ってください。未確認生命体が出ちゃったんだ。メモある。御殿場線。野外駅で降りて、立花小学校。神崎っていう先生が待ってるから。俺も頑張るから。すごく素敵な人だから。頼むね。わかりました。わかりました。変身！あ、すいません。戦ってる途中に、別のやつが割り込んできて、両方ともこっから落ちました。でもどうやって倒せば。そうですか。はい、その通りです。でも大丈夫。
間に合わなくても約束は果たせますから。ところで一条さん、俺ちょっと別行動していいですか？さっき戦ってる時、とっさにキックを決めたんです。けど、奴はかなり強くて通じなかった。いつもみたいに足も熱くなったのに。キックはキックでも、もっと強いキックじゃなきゃ倒せないのかなって。それをずっと考えてて、なんとか答えが出そうなんです。はい。俺の107番目の技を応用すれば、もしかしてって。じゃあ奴が見つかったら連絡してください。すぐ行きますから。違うな。これだ！一条さん！一条さん！どうしたんですか？一条さん！変身！ほら、クーガのマーク、剥げちゃったから、塗り直してたんだ。クーガ。それはキューバ。あ、クッキー。あ、いただきます。うまい。ほんま強か。これ、桜子さんにもあげていいかな。これがその、ジャンたちが発掘したっていう破片に書かれてた字？じゃあ、体力の方は？来ましたね。で、なんて書いてあんの？二つね。あ、一条さん。奴らに、タトゥー。桜子さん、修士論文もあるし、新しく出た破片の字もあるし、結構ハードなんですよ。あ、一条さんか。どうも、俺です。はい。わかりました。あ、一条さん。変身！変身！なんだ今の？なんだったんだ今の？一体？ちょっとチクッとしましたけどね。よかった。でも、ちょっと気になるのが、23号と戦ってた時に、なんか頭の中に、ブワッとイメージが飛び込んできたんですよね。ブワッと？はい。いや、うまくは言えないんですけど、こう、初めてベルトを見た時と同じような。いいえ。そんなに悪い感じじゃなかったし、いいです。あの、俺その間、蝶野さんに会ってていいですか？わかんないんですけど、なんとなく気になって。235。はい。目覚めました。あ、俺、刑事さんの知り合いで、こういうもんです。何探してるんですか？一つ聞いていいですか？どうして憧れたんですか？未確認生命体に。俺は憧れたくないけどな。当たり前じゃないですか。人の気持ちになるなんて、誰にもできませんよ。思いやることなら、なんとかできますけどね。蝶野さん。生きてますか？生きてるなら、生きてることを、自分で楽しくした方がいいと思うけどな。ダメですか？あ、はい。また、あの感じだ。変身！あ、一条さん。ただいまー。ごめんなさい。でも、あれ？ひなちゃんは？芝居の勉強？はい。オリエンタルな味と香り。あ、桜子さん？わかったわかった。でもいいな。とりあえずそっち行くよ。ちょっと行ってきます。すごいもん見たんだね、じゃん。でもさ、どうやって飛んだんだろう。その破片の塊。甲虫って甲羅のある虫か。そういえば、今日何回か、俺の頭に浮かんだイメージも、なんとなく、飛んでる虫みたいだったかな。いっぱいあるな。でもさ、この守るってとこ、うん、ほら、こっちの、鎧でもよくない？気合いで。ま、何にしても、いいやつってことでしょ。そう信じようよ。はい。あ、俺です。え、はい。あ、成績桜川子ですね。はい。わかりました。24号が出たみたい。ちょっと行ってくる。はい。はい。なんだったんだろう。一郎さん。すいません、遅くなって。はい。なんか、角みたいなのが生えた、大きな塊が寄ってきちゃって。でもまあ、すぐどっか行っちゃったんですけど。やっぱそう思います。桜子さんの話だと、馬の鎧らしいんです。はい。わかりません。でもまあ、悪い感じしなかったし大丈夫だと思います。はい。はい。あ、決まる。あ、あれは？お
真ん中の一体、これか。後で説明します。これは、どうしたんだ。はい。いやー、まさか無傷なんて。魔の鎧ですね。ほら、桜子さんの解読の甲虫の形をしたものが馬の鎧になるっていう。まあ古代にバイクはないですからね。でもどうして急に止まっちゃったのかな。いや大丈夫ですよ。ほらクーガのマークも入ってるし。でも本当に大丈夫なんですか。勝手に現場から持ち出したりして。はあ。じゃあもう一つ、お母さんどうかなさったんですか。一条さん、よろしくお願いします。もしかして椿さんと同じタイプの人ですか。名古屋、もしかしてお母さんと何か関係ありですか。え、ここにいてもいいですか。じゃあ結果出るまでここにいます。あ、何かあったらすぐ連絡ください。実は出たんだよ、馬の鎧が。ほら、例の破片の集合体、俺のバイクにくっついちゃったんだ。で、今科警研で調べてもらってるとこ。そっちは何か出た、新しいこと。じゃあ虫の形をしたものはありがたいものってこと。そっか、よかった。そうだといいなと思ってたんだ。じゃあね、すいません。どうも。どうですか、感じとしては。いや大丈夫だと思いますけど。いや、俺が青いクーガになった時、手すりが武器に変わっちゃったんですけど、俺が戻ったらそれもまた手すりに戻りましたからね。いいやつであってくれよ。あ、すいません、俺です。生きてたんですか。わかりました。けど、はい、待ち伏せしてやっつけます。一条さん、あれ、なんでだ。はい、今日に限っては一条さん名古屋に行ってもよかったかな。わかってます。はい、じゃあお母さんの病院電話は8時までみたいですよ。わかりました。大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか。変身、はい、うわぁ、このままじゃやられる。おりゃー。え、あ、俺もすいませんだ、バイク壊れちゃったんですよ。はい、俺の1808番目の技のストンプでした。本当？よかった。今日みのりんとこでやるんだ。あいつらも喜んでくれるといいんだけど。そっかな。もしもし。わかりました、すぐ向かいます。じゃあ奈々ちゃん、奈々さん大丈夫ですか。うわ、変身。うわぁ、赤いクーガから別の色になるときに勢いつけるために何か言いたいんですよ。超変身でいいと思います。あー、果てしない。お、はい、あ、よかった、これなくしたかと思ってたんです。はい、はい、多分そうだと思いますけど。いや、久しぶりに校舎が登ってくれって言ってる気がしてさ。うん、もうね、久々に寝たって感じ。俺のと同じもんがゴーラムにもあるんだ。神の使いは選手のしもべ、選手の思いを実らしめん。あいつやっぱり俺のいい相棒ってわけか。ああ、あの、こういう系列するお前さんだ。そこまではしないだろう。うん、みのりんとこ約束してたから。うん、
遅くなっちゃったな。ごめんな、心配かけて。そっか。あ、榎木田さんだ。ちょ、出ていいですか？あ、いや。ほら、トライチェイサーがどうなったかも聞きたいし。はい。一条です。榎木田さんですか？実は五代です。はい。え？はぁ。いや、いいですけど、飯食べてからでいいですか？いや、いいです、いいです。いい店知ってるんで。はーい。いや、ただのハンサムさんでいいんじゃない？え？俺？親代わりっていうか、おやっさんですけどね。6年の時に、仕事先のアフガニスタンで父親が死んで、18の時に母親も病気で死んで、で、まあ、いろいろ辿って、おやっさんのとこに落ち着いたんです。七条さんはいいお母さんがいるみたいですね。お父さんは何してる方なんですか？じゃあ同じですね。そっかそっか。そうですよね。俺も同じでした。母親や妹、どうしたら笑顔できるか、もういつも考えてましたよ。いやー、つまんないギャグなんか、いろいろ考えたな。なんだっけ。触ってみます。とにかく、俺、行きます。変身！はい。じゃあ、いつも通りやってみます。わかりません。俺はいつもと変わらなかったと思うんですけど、変わんないですよね。変ですか？予告殺人。変身！うれ！お前は！すみません、わざわざ。もう会議は。あ、そうですか。はい。じゃああれから3号は、3号って光に弱い感じだったですもんね。え？あ、榎木田さんのとこですか？はい、これから、ええ、はい、じゃあ。あ、いいですね。あれ？もしもし？あ、なんだ、ジャンか。うん。うん、もうそろそろ出ようかなって。ごめんね、もう行くから。それなんです、それ。すいません。これが噂の馬の鎧。俺のパワフル内臓。すごいよね。でももっと調べると、もっといろいろある気がするんだ。あの時のここになってたんだ。あれ？ねえ、桜子さん。ここのとこのこれ、古代文字じゃない？あら。はい、俺です。3号ですか？どこですか？犯行予告。え？もしかして、前に一度逃げられたあの？はい、わかりました！変身！なんだ今のは。3号。すいません。突然襲われて、結局逃げられました。あと一歩だったのに、バイクの変なやつに割り込まれて。はい。3号の仲間だと思うんですけど、なんか俺を見てクーガって言ったような。それに日本語喋ってた気もします。あ、そうだ。次の予告はなかったんですか？いきなり飛びますね、時間が。はい。はい。じゃあ俺はその工場って方行ってみます。気がつきました。いや、びっくりしましたよ。俺の方収穫なかったんで、こっち駆けつけてみたらいきなり倒れてて。バラのタトゥーの地上に。俺ずっと考えてたんですけど、31号が10号と11号の間に事件を起こしたやつだとしたら、あの時は姿が見えなくて、結局戦えなかったけど、今度はいけると思うんです。あの時はまだ赤と青にしかなれなかったからダメだったけど、今は緑になれますから。はい。緑の弓で。でも問題は街の中だとビルがあるし、撃ちにくいってことだけだよな。はい。じゃあ、俺が緑になったらまた銃を貸してください。桜子さんに連絡取って、戦い方のヒントを探ってみます。戦士、苦難を思うとき、そこに神の見つかいあり。もうちょっと具体的なことが知りたいんだよな。例えば、ゴーラムの甲羅の上に、足はここに置けとか書いてなかった。いやー、ないよね、そんなの。あったの？なんて書いてあんの？戦士としもべ、手と手をつなげ、さらば大いなる未来、あらんかな。大いなる未来か。なんかまだ違うな。え？何？変身！はい！超変身！そこか！ゴーラムの使い方、分かってきましたよ。おはよう。桜子さんは？どっかって？デート？それよりさ、なんか新しい解読出たとか言ってなかった？こう例えば、戦士のビリビリいい知らせとかなんとか。うん。調べといてもらってたんだけど、イエス。あ、おはようございます。はい、大丈夫です。わかりました。1389人ですよね。悔しいです。でも、
長野って言えば、第0号が出た場所。やっぱあの0号が奴らのリーダーなんでしょうか。じゃああのビデオに映ってたのは、それが怪人になった姿ってことですか。どうにかして追い詰めたいですね。頑張りましょう。あ、ビリビリですか。まあそんな悪い感じじゃないんですけど、いまいちはっきりしないんで、これからまた椿さんのところに行こうと思うんです。はい。え？桜子さんここに？え？はい。そういう解読結果が出たのかな。珍しいな、あの桜子さんが。え？え？本当ですか？やっぱり。どこですか？わかりました！すぐ行きます！変身！超変身！聖なる泉、枯れ果てし時、すさまじき戦士、イカズチのごとくいで、太陽は闇に葬られん。すいません、逃げられました。すごく強くて、ゴーラムでもダメでした。ただ、ビリビリの来るタイミングみたいなのは分かってきたんで、もう一押し何かヒントがあれば、新しい力になると思います。桜子さんの解読に何かないかな？ひょっとして一条さんのところにも。なんだろう？あ、一条さん、俺ちょっと別行動していいですか？もしかして、後で榎田さんにも相談に乗ってもらいたくなるかもしれません。はい。元気？どうしたの？これ。食べないの？もらっていい？あ、もう大丈夫、大丈夫。おー。もう。ほんとくん、おいしい。冷めても美味しかったって言ったの。やっとその顔になったね。で、何が出たの？解読。あれ？どうした？友達なんだからもうバンバン言ってくれていいんだよ。ね。聖なる泉、枯れ果てし時。凄まじき戦士、イカズチのごとくいて、太陽は闇に葬られん。どういうこと？大丈夫だよ。だって、戦士、イカズチのごとくいでってことは、戦士が雷みたいに出てってことだろ？でも今の俺は、戦士に雷みたいなのが出てるだけだからさ。全然この碑文とは関係なくない？ね。うん。うん。よし、じゃあ俺、家計圏にこもってくるね。そう。また来るよ。ほ、ありますか？いい部屋。えのきださん。やりました。どうもありがとうございました。早く逃げて！変身！おりゃ！一ヶ月あれこれ考えたんだけどさ、あの感じだとやっぱビリビリの力で、紫だけじゃなくて、赤も青も緑もパワーアップすると思うんだよね。でもほんと、なんで碑文にそういうこと書いてないのかな？まあね。俺ももうこれ以上は強くならなくていいやって感じ。はい！どこですか？どうします？わかりました。とりあえず待機してます。すいません。遅くなりました。早すぎる。いやもう、ひたすらすいません。え？どうして？じゃあ、おやすさんにも、奈々ちゃんにも、これ、プレゼントするから。俺が作ったの。クーガのマーク入り。どう？なかなかシックでしょ？はい。あ、先生！はい。なんとかやってます。先生もお元気ですか？え？まあ、出てはいるんですけど。どうかしたんですか？え？浅草橋ですか？浅草橋っていうのは？あって？そうなんですか。僕の場所がない。とにかく俺、探してみますよ。はい。事件が起きたら行かなきゃいけないですけど、どんな服装のなんて子ですか？霧島ひらくくんか。どこですか？わかりました。とにかく向かいます。靖国通り一階あたりです。え？そうか、やってみます。超変身！すいません、ギリギリのところで死をになっちゃって。血を落とせた気はするんですけど、
いや、もう治りかけてるし大丈夫ですよ。それより小学校の時の先生の今の教え子の子が家出して東京に来てるんですけど、今のうちに探しに行ってもいいですか？はい、はい。じゃあ、すいません。そっか、あのさ、そこに神崎先生から電話がさ、かかってくるって聞いてないかな。そっか、じゃあかかってきたらさ、俺今浅草橋着いたから、俺が探して連れてくまでポレポレで待っててって言っといて、行き違うといけないから。じゃあ頼むな。隣座っていいかな。霧島ひらくくんだよね。俺神崎先生の教え子で。はい。先生、君が一人でこっち来たの分かって心配してさ。でもすぐに追いつけないから俺に連絡くれたんだ。俺は5年生の時だっけな、家出したの。なんか我慢できなくなって。でも結構勇気いるよね。神崎先生どう？これやってる？意味知らない？古代ローマで納得のいく行動をした人だけに与えられる仕草なんだって。だからさっき悩むのなんてやめて帰ろうと思って駅まで行ったんだろ。でも納得いかなくてやっぱり今ここで悩んでるよね。いいんだよ、納得いかないときはとことん悩んでいいんだよ。多分さ、今まで君は素直すぎたんじゃない？もっともっと悩めばいいんだよ。出ないだろうね。だってそんな簡単に出たら悩むことないじゃない。何年かかったっていいんだよ。みんな悩んで大きくなるんだから。君の場所はなくならないんだし、君が生きてる限りずっとその時いるそこが君の場所だよ、なんてね。これは神崎先生の受け売り。その場所でさ、自分が本当に好きだと思える自分を目指せばいいんじゃないね。ここでちょっと待ってて。はいはい、変身、超変身。あ、そうだ、言ったっけ、椿さんの分析。俺がビリビリで強くなった原因はさ、キノコの毒で倒れた時にやられた電気ショックが原因だって。椿さんは真面目な顔して冗談だって言ってたけど、いや、でもいろいろ考えると案外外れてもいないような気がしてきてさ。だって碑文には結局書かれてなかったでしょ。つまり古代にはなかったミレニアム特別バージョンなんじゃないかな。そういえば聞いてなかったけど、まあ近場のプールだと思うよ。いきなりチープじゃない。未確認のせいでさ、最近割とみんな外に出るの控え気味だろ。遠くからの常連さんも減って結構苦しいんじゃないかな。これボカレー。はーい、ちょっとこれ奥のカレー。はい、オリエンタルの味と。一郎さん、わかりました、すぐ行きます。はい、一郎さん。今度のやつはどういう狙いなんでしょう。プールの人たちばかり次々襲って。みのりたち大丈夫かな。先行ってます。あの時のお前が38号か。あいつは変身。はい、でもうわ遅くなってすみませんでした。この前会ったバイクに乗った変な奴がまた出てきて、すぐにどっかに消えちゃったんですけど、やっぱり奴は未確認生命体で6号によく似てました。あ、で38号は？31号が言ってたことが本当なら、奴らは何かのルールに従ってゲームをしてるんですよね。36号の時は同じ電車に乗ってたっていう共通項が被害者にありましたよね。プールにしても37号の時の東京23区にしても、なんか効率の悪い移動の仕方ですよね。わざわざ距離の離れたところに移動したりして、この移動の仕方に何か意味があるのかな。何かの順番になってるとか。ドルフィンプール、レクサススイミングスクール、水沢ウォーターパーク、ミラージュホテル。市長さん、これは今の曲の5番目の音はソですよね。プールはみんな営業停止だから、次に奴が狙うのは。市長さん、みんなを変身。うわっ
おら、やっぱそっかな。よし、じゃあ椿さんのとこ行ってきます。俺が強くなりたいと思ったからだと思います。ちょうどあの電気ショックの後ぐらいから奴らが強くなって、俺の方ももっと強くならなきゃダメだって思うことが多くなって、そんな中で BB が出始めた気がするんです。だからきっとその相互作用っていうか、もう全然 OK です。ま、でも俺的には OK ですから。じゃあとりあえず店に戻ります。なるべく手伝いたいんで。墨田区横網ですよね。さっき通信で聞いて今向かってます。はいはい。これですか。一郎さん、一郎さん、俺行きます。変身あれ、うわれ、おはようございます。すいません、もうぐっすり寝ちゃう。あれ？あ、そうなんだ。はい。あ、それより39号どうなったか知ってます？紫の剣でもうちょっとってとこまで行ったんですけど、やっぱもっと強い力がないとダメなのかな。あれ？蝶野か。うん、未確認生命体に憧れてた人なんだ。蝶野さんが書いたのかな。和むな、なんか。あ、じゃあ一条さんのとこに行ってきます。蝶野さんによろしく言っといてください。ん？一条さん、一つお願いしてもいいですか。今度俺赤い空河で金色の力を使うつもりです。でもなんかそうなるととてつもない力が出そうな気がするんです。そしたら周りが大変なことになるような気がして。すいません、俺も頑張ります。変身！オッケーオッケーオッケー。これならおやすさんもさ、うまい、こりゃ完璧の母双葉百合子だとか言ってさ驚くよ絶対。けどあの時のやつは赤い空河の金の力じゃないと勝てなかったと思う。うん、まあな。結構定番になってきたよな、この時間に来るの。だってお前起きてても眠そうだもんね。ことないよお前、徹夜明けにしては勢いあるね。うん、そんな感じ。もっと高く飛びたいって思ったら青になったし、見えない敵を探したいって思ったら緑になったし。どうして？どうして？はい、わかりました。ごめん、あと頼むな。大丈夫、なんか科警研でまたいいものを開発してくれたみたいだし。変身！五代雄介は戦う。空河となって人々の笑顔を守るために、どんな運命が待ち受けていようと、全てをかけて彼は戦い続ける。一郎さん、多分またこの前のあいつです。一郎さん、一郎さん、上で一人亡くなってました。早く奴を止めないと。先に行きます。はい、俺の方は。一郎さん、これ色が変わんなくなっちゃってるみたいなんですけど、なんとかやれるとこまでやってみます。はい、ピアノやってる葉月ちゃんのパパですよね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。変身！すいません、あいつ信じられないくらい強くて。トライチェイサーは杉田さんが科警研の人たちに回収をお願いしてくれたみたいです。いや、そんな、なきゃないなりに考えればいいんだし。ゴーラム使えないかなって。はい、なんとか頑張ってみます。一応ずっと空から追ってくってのもありなんですけど、俺が捕まっちゃうとその分スピードが落ちちゃうし、
41号にトンネルとか出たり入ったりされると面倒だし、とりあえず緑の矢で狙うつもりなんですけど、それで時間使い切っちゃうと今度2時間変身できなくなるんで、その前に他の色に変わるとかしないとダメだし。杉田さん、あれ借りていいですか？はい。変身！超変身！早い。とりあえず緑の限界の手前のところで赤に戻っといたんで、また変身はできるんですけど。え？そんなこともありましたね。いえ、そんな。思いは皆さんと同じですよ。わかりました。頑張ります。変身！そりゃー！奈々ちゃん、最近どう？大女優への道進んでる？いや、もうオッケーオッケー。遠くても歩き続ければいつか何か見えてくるよ、絶対。これ？いや、この間のちょっと壊れて修理中でさ、代わりにってくれたからだろうな、きっと。ケロンパって緑ですよね。はい、俺、一郎さん、どうですか、例の事件。2日目で22人、3日目の昨日が23人で。わかりました。俺、今日はみのりんとこに行ったりしてますけど、何かあったらすぐ呼んでください。お待たせスリランカのカあれどうした？また喧嘩したのか。うまくいかないとそうなっちゃうんだよな。よし。なんか背伸びたか、シュート。ひろゆきと喧嘩したって？でもさ、いきなり積み木蹴飛ばすのはなしじゃないか。それじゃあひろゆき何が何だか分かんないじゃん。それをさ、蹴飛ばす前にひろゆき言ってみればよかった。今度言ってみろよな。じゃあ俺行くな。俺です。噂ですか？謎の青年。はい。一郎さん、もしも一連の事件が未確認生命体の仕業だったとしたら、自殺者はゲームの数に含まれないんじゃないでしょうか。俺も向かいます。変身！そう変身！これ、次は絶対倒します。理由なんてないよね。だから、殺させない。みんなそう思って警備してくれてるから。大丈夫。分かり合えるよ。だって、人間同士なんだから。じゃあまあ、頼むな。俺、悔しいです。どうして何もできなかったんだろうって。変身！うわぁ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 ！それよりも本当ビート先生ありがとうございます。おかげでいろいろ助かってます。いや、そんなこと全然何もできてないです。いや、もう本当そう思いますね。ありがとうございます。一郎さん。なんすか？38号もそんな感じでした。なんか俺がクーガーになって手にした棒や銃が武器に変わるのと同じだなと思ってたんです。21番目の技で作ってみました。よかったらお子さんにどうぞ。サイル君でしたっけ？いや、もしかしたらこういうの好きかなと思って。あ、いえ、いいです。店も手伝いたいんで。よちらですね。じゃあ2匹いるんですね。俺も今向かってるんですけど、すぐ行きます。変身！おりゃー！ほんとびっくりしました。3号なのに昼間飛び回れるようになってたし、体も黒くなってて、とにかく前よりもなんか断然強くなってるって感じで。仲間割れって前に22号と23号もしてましたけど、今回はなんかちょっと雰囲気違いました。なんていうか危機迫るって感じで。まあ今はとりあえずゲームを実行してる43号に絞った方がいいですよね。もし俺が変身して戦っても
最後に奴が爆発して、その強力な酸が飛び散ったら結構大変なことになりますよね。一条さん、一気に解決しましょう。じゃあ、ナンバープレートの数字とかは？まず、金の力を使わずに、それぞれにダメージを与えるつもりです。その上で、とりあえず43号の方を爆発させられる場所に運ぼうと思ってます。一条さん、東京でまた殺人が起きたってことは、桜子さんの方はどうだったんですか？あの、血で書かれた字、何だったんですか？え？あ、いえ、一条さん。本当にこれで43号は黙ってますかね？ゲームのルールがそれほど単純とは思えないですからね。近いですね。3号変身！当たったぞ。ダグマの力。一条さん、はい。普通に考えると全治3週間ぐらいかもしれません。大丈夫だって、一条さんですから。それより43号ですけど、38号みたいに対象を変えちゃった。一条さんもそう言ってました。続きはそっちで一緒に考えましょう。はい。お昼まだですよね。よし。はいはい。いや、桜井さんすっごくパンが好きだって聞いたんで。あ、すいません、ちょっとこれだけいいですか？よし、いただきます。一条さんの分までも頑張んなきゃいけないですからね。同じように水がたくさんある海に出ましたよね。そうですね。あ、今のってなんですか？はい。へぇー。もしかして。バスじゃないですか？色ですよ、色。え？最初に襲われたタクシーが白地に青ライン。その次が緑に白ライン。それから黄色、オレンジっていう風に、襲われたタクシーの色は10色でローテーションしてるんです。そしてそれはエレベーターにも繋がってる。ちょっと、杉田さん、そのバスが最後ですか？次はオレンジ色。箱ですよ、動く箱。中央線。43号から倒しましょう。え？一条さん。一条さんはこっちには合流しませんよね。はい。じゃあまた近々。桜井さん、中央線が来るのはいつ頃ですか？俺、先行ってやれるだけやってます。あと、よかったら後で字を貸してください。はい。43号。変身！杉田さん、シャッターを1枚目から閉めてください。大丈夫です。次、行ってきます。一条さん、本庁に寄ったのはどうしてですか？そっか。とにかく、すごく強くなってました。ダグマの力を手に入れたとか言ってましたけど。はい。究極の闇をもたらすもの。ありゃ！一条さん、おやつさん、いいでしょこれ。ほら、クーガですよ、クーガ。クーガ。よし。え？いや、そんな。おやつさん。座っててくださいよ、おやつさん。よし。そうでした？そっか。ありがとうございます。でも、もう少しこっちの冒険頑張ります。そっか。今日でしたよね、ナナちゃんのオーディション。帰ってくるの何時ぐらいになりますかね。じゃあ俺、そのくらいの時間に電話入れますよ。ナナちゃん、受かるといいですよね。おはようございます、五代雄介です。皆さんお元気ですか？あ、桜井さん、おはようございます。いや、風が随分冷たくなったんで、風なんか引いてる人いないかなと思って。はい。いや、もう謎の多いクーガとフロンギを丸裸にして解明しようって回なんですよ。はい。じゃあ今日も一日頑張りましょうね。今、着きました。ごめんごめん、頼むで、登ってちゃって。校舎が行ってる気がしてさ。いやー、不思議だね。あ、おはようございます。不思議だね。ねえ、これ、本当の本当にグロンギの字なの？クーガと0号は実は同じようなものってことだよね。ねえ、桜子さん。この、聖なる泉あたりの意味はどんな感じ？じゃあ、やっぱり俺、なりかけたんだ。凄まじき戦士に。42号の事件の時、あの高校生の子たち、いつ死ぬのかすごく怯えてて、そのために自殺した子まで出ましたよね。それまでにも助けられなかった人はいっぱいいるけど、なんかそういうのも重なったのかな。理屈じゃなく、もうなんかすごく42号が憎くなって、ものすごい力が湧いて、一瞬赤の金の力まで使おうか
って思ったんです。一条さんや杉田さんたちがそばにいるのに。で、42号を倒した時に見たんです。真っ黒で角が4本ある選手の姿を。まあ、幻みたいだったけど、このお腹の中にある石が見せたイメージだと思うんです。憎しみの心のまま戦っちゃダメだっていう。大丈夫。それが分かったんだから、俺もう絶対そうなりませんから。え？多分俺、迷ってたんだ。でももう大丈夫。よし。ここの卒業生なんですか？うわ。これすごいですね。青い空河のことだけでこんなにあるんですか？そっか。そうですよね。一条さん、また自分お願いします。変身！すいません。なんか、すごく異様な気配を感じちゃって、茨城のあの森で感じた嫌な気配に似てました。逃げられました。すいません。それに2時間変身ダメになっちゃって。さっきのあんなすごいもの。そんな挑発もゲームのルールのうちなんでしょうか。いずれにせよ、ヒントに出された次の犯行が、いつどこでどんな形で行われるのか、一刻も早く割り出さなければ。実行されれば、確実に多くの命が奪われる。すいません。帰るの遅くなりそうなんで。もしもし？奈々ちゃん帰ってたんですか？え？あの、東京タワー、奈々ちゃん！心配してたぞ、やっさん。いや、ほら。前にさ、亡くなった先生と、劇団の近くの公園でよく発声練習してたって言ってたから、誰かを殺してやりたくなったって。許せないね、それは。わかるよ。本当にそう思う？人間だもんね。あるある。そんな気持ちになること。だから行くべきだと思う。でも、俺はこれを使ってすごく嫌な気持ちになったよ。うわぁ！いや！はぁ！一緒に深呼吸しない？ああ。人間だからさ、大事なのは、間違えてるってことを分かるように伝えることじゃないかな。だからってさ、こうしたら、こう来るかもしれないだろ？そしたらまたこう、またこう、こうってならない？そうだよ。でも、だからこそ現実にしたいじゃない。本当は綺麗事がいいんだもん。これでしかやりとりできないなんて悲しすぎるから。ちょっとごめん。俺です。サンフラワー。その船は今どこですか？じゃあ俺はゴーラムで行きます。超変身！あれ？ただいま。今度で絶対とどめを刺すってことですよね。だから爆破ポイントまでの道を確保する必要がある。でしょ？何？あ
ゴーラムも金になるかもって。一応さん、やりました。金のゴーラム合体ビートチェイサーボディアタック効きました。そうですね。まあまあ OK です。ただ今度の45号も途中で姿を変えてきたし、まあ一条さんのおかげでなんとか倒せましたけど、なんか奴らがどんどん強くなってるのかな。その鉱石って大丈夫？でもなんか会議なのに会議っぽくなくてよかったですよね。ん？なんていうかこう知ってる同士の普通の時間っていうか。あ、余裕で間に合いそうですね、ミカちゃんの。はい。約束してたんで。でもなるべく後から合流進めます。じゃあまた。うん。うん？まあな。俺も見たいそれ。うん。じゃあ俺行くわ。じゃあな。超変身！遅れてすいません。どうしたんですか？はい。そっか。でも、本当の一条さんだよ。そういう一条さんもいるんだ。怖くて嫌だけど、どうしようもなくいちゃうんだ。でもさ、笑った顔も本当の一条さんだから。はい。第0号ですよね。だから俺、もっともっと強くなりたいと思ってるんです。奴には究極の力を出さないと勝てそうにない気がして。うおぉ！あ、頑張りましょう！すいません。いやー、やっぱ、朝のジョギングは気持ちいいですね。もう小田原ぐらいまで行きたくなりました。走ってんすか？ああ、そんな情報ですか？やめた方がいいですかね。えのきださんですか？また、徹夜なのかな？すごいですよね。お母さんもやりながら。はい、あ、いや。すいません。ほんとそうですよね。ただの、俺の感じですけど、第0号は、なんていうかこう、ほんとわかんなくて、でもとにかく、見られただけで押しつぶされそうになるような、恐ろしく強い力を持った奴には間違いないと思います。頑張りましょう！待ってるよ。これから帰ってぐっすりですか？お、笑顔。いいっすね。さゆるくんに分けてあげる笑顔ですもんね。おはよう、うわ、懐かしいな。でしょ？1964の技ってことは、ジャンにあげたやつだよね。1834の技。まあね。ところで、どう？なんかあった？黒の四本図のね、ミレニアム特別バージョン。でも、今んとこ一番強いのはその金の力なんだよな。まあ、30秒しか持たないんだけど。そっか、うん。そうだね。また電気ショック受ければね。いや、でも結構当たってる気がするから、俺、椿さんとこ行ってくる。いや、でも、それしかないならやるしかないし。いや、でも、したいんだよね。やっぱ、みんなの笑顔見たいもん。だから、俺は、ただ俺ができるだけの無理をしてる。それだけだよ。ジャンだって、桜子さんだって。ねえ。ダメ？じゃあ、言ったら OK だよね。よかった。はい。警察にですか？わかりました。変身！
楽しみだね。とても。おはようございます。おはよう。そっか。やってくれたんですね。電気ショック。いや、なんかこう、体中に力のもと、ええみたいのが、こう、ガッチガチに詰まってる感じがするんです。これなら金の力もたっぷり使えそうなんです。本当ありがとうございます。ありがとう、桜子さん。そうだ。ヒントくれたジャンにもお礼言わなきゃ。みんなも頑張ってるから、俺も頑張んなくちゃ。一応さん、変身！ずっと金できそうです。早く逃げてください。お願いします。黒くなった。ガドルが殺されたね。究極の闇を始めるよ。どうしたの？もっと強くなって、もっと僕を笑顔にしてよ。五代。俺、なります。はい。もしかして、レーダーが感染したんですか？もうじき着くところです。すみません、勝手に言っちゃって。お願いします。いやー、いいですね。平くんの字。そのまんまじゃないですか、先生。俺は、見てるとなんかこう、希望って感じですね、やっぱ。そうですよね。それはもう全然大丈夫です。はい。でももう最高に強くなる方法を思いついたんで、今度は絶対倒せると思います。それに、今までは奴がどこに出るか分かんなかったんですけど、今警察の人たちが頑張ってくれてて、今夜には奴を見つけるレーダーみたいなのができるんです。はい。だから、明日までには絶対ゼロ号を倒して、そしたら俺、しばらく冒険に行こうと思ってます。はい。今度はいつ会えるか分かんないんで、それだけ言いに来ました。じゃあ先生、これからも。はい。お、これがサイル君ですか？かわいいっすね。どうですか、さゆりくんとは。でも、最近も家に帰れてないんですよね。ほう。あらら。ほう。失敗したけど。え？いやでもよかった。俺も負けずに頑張りますよ。今までの奴らと比べて、ゼロ号ははるかに強いけど。強化型神経断裂弾でしたっけ？大丈夫。もうじきゼロ号いなくなりますから。
そしたら、今度作るのは、サイル君とも思う存分ホットケーキですよ。ね。椿さん。またまた、冗談ばっかりもう。はい。本当に感謝してます。返信はできますか？でも、弱点ではある。はい。大丈夫です。椿さん。本当に、いろいろありがとうございました。ごそごそ、じゃそぐ、ばば。なんで、おやさんこそ気をつけてくださいよ。俺は、ね、ほら、一応冒険でな、ま、よし、ごちそうさま。ありがとうございます。おかげで温まったよ。よし。じゃあ俺はまた続き行ってきます。いろいろ回って、そのまま冒険に行こうかなって。はい。すいません。でも、やっとそんな感じになったんで。すいません。本当にありがとうございました。奈々ちゃんも、本当、どうもありがとうね。本当にごめんね。でも俺、クーガだから、今度こそ絶対ゼロ号を倒したいんです。奈々ちゃん、お芝居頑張ってね。おやすさんも店頑張ってくださいね。じゃあ。よし。はい。これで全員か？いない分もあるよな。よし。じゃあ俺は、みんなが作ってくれたこれを持って、ちょっと冒険に行ってくるな。そうだなぁ。どこまでもどこまでも、青い空があるところ。見られるさ。この雨だって絶対止むよ。そしたら青空になる。今だってこの雨を降らせてる雲の向こうには、どこまでも青空が広がってるんだ。先生。嫌だって言われちゃいました。よし。じゃあな。みんな、元気で、頑張れよ。古代。で、ゼロ号を倒したら、そのまま冒険に行こうと思ってる。さすが。うん。はい、できたんですか、レーダー。わかりました。うん、行ってきます。頑張る。じゃあね。来たんだね。今度は僕と同じになれるのかな。だったらあそこで待ってるよ。思い出の、あの場所でね。一条さん、多分、苦労がだけだと思います。行きましょう。椿さんに聞いたんですけど、ベルトの傷、やっぱまだ治ってませんでした。だから、狙うときは、ここをお願いします。いや、もちろん、万が一、俺が究極の闇をもたらす存在になっちゃったらですけどね。ありがとうございました。俺、良かったと思ってます。だって、一条さんと会えたから。じゃあ、見ててください。俺の変身。慣れたんだね。究極の力を持つ者に。
心清き戦士の泉に枯れ果てし時、我崩れ去らん。